はい、次に長友慎二君委員長国民民主党の長友信二です。えー、今日はまず初めに、日本維新の会の改正案についていくつか質問をさせていただきたいというふうに思います。まずあの政治資金パーティーの取り扱いについてですけれども、維新提出の改正案には、公開基準を現行の1パーティー当たり20万円超から1パーティー当たり5万円超に引き下げることに加えまして、 対価の支払いの上限額の引き下げも盛り込まれております。政治資金パーティーの対価支払いの上限額について、現行の1パーティー当たり150万円から、年間当たり100万円に引き下げているという内容ですけれども、これはどのような議論があり、そしてどのような考えで、年間当たり100万円に至ったのかを教えてください。はい、青柳等しく お答えいたします。えー、本来政治資金パーティーは、広く薄く草の根の支援を集める手段として、いわゆる草の根民主主義を支えるものです。しかしながら、今の政治資金パーティーは、その本来の趣旨から大きく逸脱し、パーティー券の大口購入者は企業団体ばかりで、企業団体献金の代替として利用されているという状況にあります。そこで、政治資金パーティーの仕組みについて、抜本的な見直しを行い、本来の趣旨に立ち返ることが必要だと考えています。まあ、その具体策として、 企業団体によるパーティー権購入を禁止することと合わせて、パーティー権購入の上限額を引き下げ、大口の購入を規制することとしたものです。長友慎二君はいわかりました。えーまあ、草,の草の根の錠剤、ねえー、を集めていくという、まあえー、立,ち立場に立ってと、抜本的な改革の具体案というふうに理解をしました。ではもう一点、あの日本維新の会の案で、えー、独自の改正案があります。 政策活動費の特定支出制度の新設になります。まあ、新たに特定支出報告書というものを創設する狙い、さらには特定支出報告書および領収書は提出の10年後に公表するというふうにした狙いについて伺います、はい、青柳久君。はい、お答えします。 政党が使用するお金の中には、公平性の担保が必要な外部有識者による政策アドバイス、選挙に関する情勢調査やコンサルティングなど、支出先が公開されることで相手方の平穏が害され、また政党間の公正な競争が確保されない分野もあるというふうに認識しております。まあ、あの一方でですね、政治活動に使用した資金については、公開して説明責任を果たし、透明性を確保する必要があると考えています。 そこで一定期間経過後に特定支出報告書及び領収書を公開することでこのバランスを取るということを考えております。なお、あの、先ほどあの、我が党のですね、 これまでの,あの政策活動費の具体的な支出の方法について、また内容についてご説明させていただきましたが、まあ、そこでも分かりますとおりです、ね、まあ、特段あの公開しても、政党としては問題のないものが多いというふうには考えております。一方で、相手方、例えば、とあの例えばですが、政府のです、ね、何かの諮問委員か何かをやられている方が、野党に対して何か政策アドバイスを行っていただくような場合に、まあ、その方が、 まあもし与党のほ、ねえー、方からの何か不利益があったり失敗すると、まずいというようなケース、まあ、こういったことは考えられるんじゃないかと思うんです。ですから、そういったものに関しては、10年後であれば、あ特段、そういった配慮も問題ないだろうと、こういう考え方であります長友慎二君。はい、あのまあ10年後というのが、どういうあの議論のもとなのかなと思っていたんですが、今のご説明で、えー、理解をいたしました。次にに企業団体献金について聞 お聞きをしたいいと思います企業団体献金の禁止の立場を明確に示されているのが、立憲民主党、日本維新の会共産党になりますけれども、企業団体献金を禁止した場合に、政治活動を維持するために必要な経費をどのように確保するのか、立憲案の提出者、維新案の提出者に伺いますはい落合ようく。 まあ、収入を確保するかということですが、まあ、我々の企業団体献金禁止法案では、企業団体からの献金の禁止を、あと合わせてですね、個人献金に関しては、控除等の拡大をしていくということを織り込んでおりますので、まず個人献金を促進していくという措置を打っていきたいというふうに考えております。まあ、それから今の状況、 状況では、政党助成金が、まず国政政党はあると思います。それから考えられるのは、党員を増やしていくと、党費を増やしていくということですね。こういったこともあるかと思います。それから、まあ、政党によっては、様々な収入源が、収入の、まあ、得方っていうのがありますので、そういったものを各政党が工夫をしていくということになるんだと思います。 青柳人志君はいい答えいたしますまずあの、日本維新の会はです、ね、結党以来、企業団体献金を受け取っておりません。ですから、まあ、企業団体献金なしでも政党の運営ができるということを、まずは立証しているものと考えております。またあの、今朝方の,、ね、の議論の,あの、自民党の質疑の中でその、最高裁の50年前の判決というのはですね、 があるから、まああの30年前の改革、あ今のですねこの企業団体献金ができないみたいな話があったんですけれども、これ、30年前の議論は確かに増収賄のものだったかもしれませんが、結果として改正したのは政治資金規正法ですから、別にその判決があったからといって、政治資金規正法の改正は可能だったわけです。企業団体献金に網をかけることも可能だったわけです特段そこは何の問題もないとままず考えております。 その上でですね、申し上げますと、まあ、あの個人献金はやはり拡充,拡充していくということを考えております。あの個人に対する、個人からのまあパーティー券というの、あのパーティー券購入によるパーティーの開催自体は、あが党は禁止はしてはおりません。それから、個人のですね、方々がお金を集めやすくするようにですね、あの 最後の町名の最後の最後まで住所をですべ、ね、ての方に明かさなきゃいけない、これはあのやらなくてもいいではないかということも盛り込んでおりますし、またあの今です、ね、あの寄付金控除を受けられるのは、公職の中のです、ね、政令市の議員までというふうになっております、ですからそれをすべての公職に広げるということは、我が党の条文の中に入れさせていただいております長友信次君。企業団体金の代わりにです、ね 個人献金を推進していくまあ、そのような、えー、考えがはっきりとお示しいただきました。理解をしたところでございます。まあ、その上で、えー、またあの立憲安定出社、それから維新安定者にお聞きをしていきたいと思うんですが、まあ,あのそれぞれ、えー、抱えている選挙区、えー、例えば日本一広い選挙区で、えー、戦われる方もいらっしゃいますし。しまあ、狭い東京都内が多いですけども。 狭い選挙区を預かっていらっしゃる先生方もいるわけなんですが、まあ、あの広い選挙区で、えー、活動される、まあ、議員は、まあ、それだけ、えー、事務所の数や、えー、秘書の数が、まあ、ある程度確保しないことにはです、ね、選挙区全域に、まあ、自分自身というか、候補者自身の浸透がまあしづらいというのは現実問題あると思うんですね。で地元のの声代弁者となるためにも やはり各地にです、ねえー、足を運んで、いろいろな、えー、地元の声を聞いていくということをしようとしたときに、あの選挙区の狭い広いです、ね、えー、若干こう不公平感を感じる議員もいてもおかしくないんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ都市部の狭い選挙区では事務所の数も少なくて済み、移動の経費もかかりません。 えそのようなあの選挙区の広さの格差があっても、一律企業、団体献金の禁止やえ政治資金パーティーの禁止、維新さんは政治資金パーティーは4人の立場ですけれども,も、う行うことに対して、党内でもみんなでその一致してやろうと、中には選挙区のことも考えると、異論も出なかったのか。 というふうに思うんですが、まあ、広い選挙区を抱える議員に対する配慮等について、えー、もし立憲民主党や、えー、維新のお提出者の方でです、ね、見解がありましたら、伺いたいと思います、はい、内谷貴行君、えーまあ。党内の議論で異論が出なかったということに関しては、異論はありましたたそその中でで、えーまあ、決めた次第でございいますで、まあ、そういった。 まあ、広さとかだけでなくてです、ね、さまざ、あ、まな事情が地域ごとに、まあ、選挙区ごとにもあるというふうに思います、でそれはですね、まあ、の政党がいろいろな支援を決めたりですとか、そういったところで、えー、カバーをしていくということが、まあ、あの判断としてあるかなというふうに思います、はいえー、青柳仁君。 はい、お答えいたします。まずあの日本維新の会はですね、あのこういったあの法案を政治改革に関する法案を提出するにあたって、まあ、提案した内容は内規を作ってですね、実際に実行するということを行っております。ですからあの党内の議論において、まあ、今回の案を出すにあたっては。 議論ということではなく、さまざまな議論があ,のありましたし、いろいろな意見がありました、でまあ、落ちどころのないです、ねあの、落ちどころが初めから見えてたわけではない、非常に真剣な議論をお互いに行わせていただきました、まあ、そういったです、ね、あの本当に忌憚のないあの価値観をかけた議論が党内でできたということ自体がです、ね、我が党のですね、まあ あの非常に強みであると私は思っておるんですけれども、まあ、その結果、当然、大きな選挙区を抱える方々からの不満といいますか、あ,のあるいはこれまで,です、ね、そういった形での資金を得ることを得意としていた議論あの議員からの強い反対,反対といいますか、意見もあったことは、これはもう事実であります、まあ、その結果、今回取りまとめていたものでありますので。ああのまあ 党内のつぶさにです、ね、ご紹介できませんが、委員のご指摘のような、さまざまな意見というのは党内にもあったと、まあ、その上で今回出させていただいたということでございます委員長、長友慎二君。はいあのご答弁ありがとうございます。まあ、あの私自身のことで恐縮ですけど私自身があの九州で一番広い選挙区で、えー、活動をしておりまして、 まあ、東京都が2個入る広さなんですね。10、まあ、増10減で、えー、東京都の選挙区、30選挙区になりました。まあ、その30選挙区が2個入る広さを、あのー、戦っている身からするとですね、まあ、若干もやもや、あのー、<laughs> するというのは、あのーまあ、正直なところなんです。正直なところなんですが、まあ、それぞれの党でもです、ね、そこは飲み込んで、 改革をするんだということで、野党が取り組むんであるということであればです、ねあの、理解をしないといけないと思っておりますが、まあ、あの大変な、えー、部分は大変な部分があるということをです、ね、やっぱり共通認識として持つことも必要ではないかということで,です、ね、ご質問をさせていただいた次第でございいいますあのもう一つ伺いたいと思います。 えまあ政治資金パーティーの禁止をすること、それからえ企業団体献金の禁止をおすることを、既存の大きな政党だけで決めることについて、少し意見が出ているかと思います。先日、参政党の神谷代表が記者会見でも申しておりました方も、次のようなことをおっしゃっておりました。 まあこれからチャレンジして党を作ろうと、大きく育てようとする側からすると、おーパーティーができないとか、まあ、どこからお金を集めて、えー、パーティーがもしできないとなればですね、まあ、どこからお金を集めてくればいいのかというご指摘です。まあ、すでに国政政党になっているところか、一定の国会議員がいて作る政党には、まあ、政党助成金がありますけれども、何もないところから始める場合、 ま一律、企業団体献金の禁止、それから政治資金パーティーの禁止となると、まあ、新たなあの政党をです、ねえー、作るなというふうにまあ聞こえるというふうなえ指摘があったわけなんですが、まあ、これに対する見解について、えー、立憲民主党の法案提出者と維新の法案提出者さんに伺いたいと思います。本庄聡子 えー、長友委員にお答えします。まずあの大政党だけでこういう大事な問題を決めるという考えは私どももう持っておりません。えー、中小さまざまな政党や各議員の皆さんのお声をしっかり聞きながらやっていかなきゃいけないというふうにあの認識をまず知っております。まあ、その上でですね、今ご指摘ありましたがあのまず新たな政治団体あるいは新党を作るときに政党要件を満たしていなければ。 今、現行法でもですね、企業団体の献金というのは受け取れないというふうに思います。まあ、したがって、この点については、仮に謹慎してもですね、新たな政治団体をつくるということに対する影響はないというふうに思います。まあ、ただ、パーティーについては、確かに企業団体が購入するということが、私たちの法案が通ればですね、まあ、これはできなくなります。まあ、その点については、我々は、この個人献金の普及促進と。 いうためのの税制の改正具体的には寄付金控除の拡大、それから税制優遇を受けられる公職の範囲を、まあ、政令市今までですが、全体に広げていくと。 まあこういったこととセットで導入を、えー、企業団体のパーキン購入を禁止をするという考えを持っております。まあ、これによって、新しい政治団体や新党であっても、えー、しっかりと財源を確保できるようにです、ねえー、制度面の措置をしていくということを考えておりますす以上です青柳お答えいたします。 でまずあの、日本維新の会はもともと地域政党から始まった政党でありまして、あの最初、大阪維新の会を立ち上げたときには、あのそういったパーティーというのは非常に重要な資金源だったということは事実としてございます。でですのでまあこれからあのお 新党を立ち上げるというようなときには、そういったものが一定の財源になるというのは、これは事実としてあろうかと思います。ただ、一方でその頃からあの企業団体献金は受け取ってなかったわけですが、大切なことはです、ね、そこで企業団体、特定の企業や団体というところに頼ってしまえば、そっちを向いた政策しか結局できなくなる、だったらそもそも新党を立ち上げる意味はあるのかというところを問いたいと思うんですね。ですから、政策によって住民や市民から支持を得ていくと。 先ほど来から話ありましたけれども、通信簿方式でですね、そのあのお金を出して、まあ、政策、口も出すと、お金も出すが口も出すというような、それはもはや政治資金規正法の求める常在ではありませんよね、そういうお金を原資に政党を立ち上げるということ自体はやっぱり考え直さなければならないと、こういうふうに考えております。長友真司君。はい、ありがとうございます。えー、理解をししして、えー、いたしました。ま それでは自民党の法案提出者の方々に質問をさせていただきますけれども、あの自民党の党員数がです、ね、前年と比べて今年は3万人余り減っているというふうに報道で出ておりましたけれども、あの今年3月に公表した2003年末の党員数は109万1075 10人で、 まあ前年比、前年に比べると、3万3688人が減少したと。まあ、あの岸田総理と面会した自民党の金子康氏組織運動本部長がですね、党員減少の理由として、派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金の問題が表面化し、国民党員の不信を招いたまあということを挙げていらっしゃいました。 まあの自民党に入党し、2年継続して党費を納めると、総裁選で投票することができるということなんですが、その党費は一般党員で年間4000円、家族党員で2000円、特別党員で年2万円以上というふうになっています。この仮に減少したですね3万3000人全員が一般党員だとすると、 単純計算で、まあ、一億三千万円超がですね、まあ、消失したという計算になるかと思うんですが、あの、まあ、金額のうんぬんということではなくですね、自民党を支持する、これまで支えていただいた党員の急激な減少の理由がですね、まあ、この裏金事件が要因というふうに分析をしているのであれば、やはり今回の改正案に対するですね、姿勢というものはもっと厳しい内容じゃなければ、 いいいいけけなななのでではかとうううふに思わんす今回の政治資金規正法の改正案を、まあ、与野党合意の下ですね、成、え、立、ー、させていくことが、えー、今あの、自民党の法案提出者の皆様には、えー、求められているというふうに理解するのですが、えー、こう与野党合意の下、ここを成立させていくこという考えが、えー、あるのかどうか、見解を伺いたいと思います。はい、鈴木介君 あのまあ、ご指摘の党員のこと、まあ、これはまあ我が党のことでありますので、まあ、それはそれといたしますして、まあ、あの党員の増減というのは、選挙のタイミング等々です、ねえー、によっても影響を受けるものでありますが、まあ、当然、今回の、えー、まあ昨年の末からのこの事案が影響はしているふうと思っております。あのー、まあそういった意味でいうと、党員はもとよりです、ねまあ、国民の皆様すべてにおかれまして、やはりこの今高まっているこの政治 まあこれをしっかりと解消していく、まあ、そのことが我々求められていることではないかと思います。まあ、そういったことで申し上げれば、まあえー、昨日さえ申し上げておりますけれども、まあ、再発防止をどう徹底をしていくのか。 あるいはさまざまないろいろな局面から、観点から見て、適切な透明性の向上、これをどうやっていくのか、こういった観点から、与野党での幅広いご議論、この委員会でもされております、そうしたものも見させてだきながら、何としても今回のこの国会で法案の成立をしていく、そのことが一番大事だと思っております長友慎二君、はいまああの。動員の話を出した理由はですね、 まあこう長く自民党に期待感を,も期待感を持ってきたです、ね、有権者も、さすがに今回はあきれ返っているのではないのかということなんですね。えー、国民の政治と金に対する認識の厳しさが、えー、増している理由、うこれはあの地元を回っていればわ、ね、かるわけなんですね。まあ、インボイスで国民から1円単位で絞り取る一方で、えー、自民党は政治と金の不祥事がこう続出していると。 いうような状況に対する、まあ、あの国民の皆様、有権者の皆様のこの反応だというふうに思うわけなんです。まあ、こういう状況だと、まあ今、一緒に連立を組んでいらっ,い組んでいらっしゃるです、ねまあ、公明党さんもです、ね、本当にこの自民党と今後も連立を組むのかというような、えー、ふうにまあ声が出てくると思うんですが。えー まあ今回はですね、あのこの法案の改正については、ぜひ野党とこそ歩調を合わせてほしいなと、まあ、個人的には思うわけなんですけれども、まあ、国民の信頼回復さ、先ほどからご答弁いただいておりますけれども、簡単ではないですよ。あの本当に、非常にあの私たち野党と国会議員としても危機感を持っているわけですで。この国民の感覚からすればですね、まだまだこの改正案、自民党提出の改正案は甘いという声が、 多数なわけなんです。だからこそ、与野党問わず、国会での合意を形成することが必要だというふうに思うわけなんですけれども、会期末という、まあ、もう残り国会1ヶ月切ってですね、本当にこの改正案成立するのか、まあ、そんな不安がですね、よぎってくるわけです。まあ、よもや今国会での改正案の成立はならないと。 いうようなことはない,のないというふうに言い切れるのか、まあ、そんなことをしたらです、ね、国民はもう許さないと思います。えー、現在、自民党案と野党案で,です、ね、えー、これだけの開きがあるわけです、ここまで議論をしてきました、今後、どのようにこれ、協議を進めてです、ね、えー、こう成立を目指していくのか、この点について、見解を伺います鈴木英介君。 あのまあ、総理も繰り返し申し上げておりますように、まあ、今回の政治資金規正法の改正案、まあ、これは今国会、必ずこれは成立をさせていく、まあ、そこはあの我々としても強い意思で共有をしているところであります。あのまあ、国会においては、まあ、あのこの委員会もそうですし、まあ、その他の委員会もあると思います。あるいは本会議での議論を通じて、まあ、どう意見集約をしていくのか。 まそういった場であります。あのそういった中でまあ今回もさまざまな。 え、論点、さまざまな議論が行われております。まあ、そうした中にありましては、先ほど申し上げましたように、まあ、どう再発防止をこれを徹底していくことができるのか。あの、我が党としても、あの、不記載のものについては、これは、あの、過失も含めて、すべてのものを、ま、事実上、納法させる。まあ、そういったかなり強力なものも含めて出しているのは、そういった趣旨でありますけれども、まあ、こういった再発防止の徹底と、まあ、そして先ほどから申し上げておりますような、透明性をどう適切に高めて いくのかまさにこの適切性の議論、まあ、こういったことを含めて、まあ、その論点整理、あるいは意見集約、まあ、これからしていく必要があると思っております。まあ、今回、さまざまな議論もされておりますので、まあ、そういった議論も真摯に受け止めながら対応していきたいと思います委員長長友真二君。最後にですね、あの改めてこの自民党案について申し上げておきたいと思いますけれども、政策活動,図の政策活動費の,の廃止ですね。 これはあのぜひ、私はやるべきだと思います。野党案が、ここは一致しているわけですから、ここを一緒にやろうとならなければです、ね、まとまりませんよ、この改正案。で、これあの、忘れてはいけないのがです、ね、あの先日、参議院選挙、2019年の参議院選挙で、えー 河井克行元法務大臣から現金を受け取ったですね、地元の広島市議の二人がですね、元の市議の方が、二ああ審でも有罪判決が出た、出ました、先日ですね。これはあの実際2019年の参議院選挙の広島選挙区の買収事件では、自民党本部から河井案里氏の陣営側に、 政党交付金1億2000万円を含む、1億5000万円が投入されているということが分かっているわけです。で、実際、この政策活動費として、これが選挙の買収に使われていたわけですから、まあ、そのようなことをもう防ぐということを決意していただいて、実行に移していかなければ、これもう国民は絶対納得しないと思います。これもう一つ、あと余計なお世話言わせていただきますけれども、自民党の地方議員の皆様がですね、私はかわいそうだと思います。 党本部と機関を共有できればと思って、車座にですね、党の幹部の皆さんとの車座に対話に臨んだけれども、意見交換した結果です、ね、危機感を共有できればと思ったけれども、体感できなかったというような声も上がってますし、私の地元の自民党の自治体議員の方の中にはです、ね、もうポスターを剥がしたというような方もいらっしゃるわけなんですね。 これ、あの余計なお世話ではあるかもしれませんが、まあ、あのしっかりとあの自民党がまず今回の改正案に本気の姿勢で,です、ね、臨んでいただいて、必ず今国会会期中にまとめていくという姿勢を見せていただく、そしてこの残された会期の中で、しっかりとまとめ上げていただくことを最後にお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました